イエーイ、川崎たつきのタンタン一本道チャンネルでーす。第、25回ピース食堂に来てます。おなじみの月天に来てます。でまた今日も賑やかに楽しくやりたいと思います。イエーイ。そうだ、これ来てねって言ったって今ライブで見るわけじゃないんだから来てねって言ってもしょうがないんだよね。次回の番宣は、またあの次回とかもお知らせしますのでぜひぜひ来てください。今日はね、生姜焼き、中身さんのマンタンセット100食、子供は中学生まで無料、大人は300円のいただくんですけど、そんな感じでやってます。よろしくお願いします。これちょっとこれまた違うね。すごい人数のボランティアだね。うん、今日なんか今までで一番多いってボランティアの方。うん。山が。なんていうか。すごい量ですね。ね。おいしくなります。今マカロニサラダになります。ありがとうございます。タンタン勉強中です。タンタン勉強中です。タンキャベツ切っても指切るな。キャベツを切っても指切るな。焼肉焼いても家焼けない。これ生姜焼きの下にこうなるやつ。ボールならいいよ。ボールの方がいい。ボールの方がいいよね。三角締め、意味が最初分かってなくて、俺まで現役の頃、三崎和夫に、三角締めって、聞くよ、もって聞いたら、そしたら、じゃあ、たつきさん、ちょっと手出してください。ね、グーってやられて、グーってやられて、みんながさ、ゲラゲラ笑ってるの。
ゲラゲラ笑ってパッと思ってパッと見たらさ、マキさん早いよって言うから、ふざけんじゃねえよって落ちちゃった、すぐ落ちちゃった、ゲラゲラ笑ってからさ、うわー何やってんだよ、全然行きましょう、おいしょージャムカラー、マンチューシューアンパーボディーボディースピッチ、アイナイスー、あのベイさん、俺あのサイモトランチの餌をすぐので120円だからやるんだ、そうするとみんな僕らも暗記しちゃってやってんだけど120円が切れるんだ、何人もね覚えてわーって言ってるくらい、ワンツーフットストレート、ストレートフットストレート、ボギーボギーさあおーイエーイ、ハレだ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 、これあの YouTube だ、 YouTube だぜベイベーベイベーやるぜベイベーやるぜチャッピーチャッピー吉沼です。チャッピー大輝って言いそうな。チャッピー吉沼です。お願いします。この間、何月何日に試合したんだっけ？11月の3日ですね。11月の3日に、ライズ試合して、はい、ライズで試合をして、はい、勝ちました。なんとか、やったぜベイベー。やったぜベイベーです。チャッピー前出てるもんね。1回出てる。あそこ、そうそう、タンタンファイトクラブ、スムさんが今やってる、タンタンファイトクラブのところで。常連です。うん、常連。もう2回目。あ、ほんとに。あ、ほんとに。ありがとうございます。ウッチーです。内村洋次郎です。よろしくお願いします。内村洋次郎。ウッチーは何のリングだったっけ？自分はパンクラスとか。パンクラス。ライジンも。ライジンもです。で、俺は、あれ。米あれですか、米ですか、あのパンじゃなくて米でした。こっちですか、あー、すごいですね、白い米クラスあんの、米クラスありますよ、あったよな、なんか収集がつかなかったやつ、収集がつかなかったんで、まあ今日もこのピース食堂で、はいはい、大盛り上がりました、はい、で、ジャイクもウッチーも子供たちに一等打ちしたりさ、俺もやったけど、賑やかにやりました。今度次回はいつですか？次回は、はい、12月11日日曜日、チキンレッグ、照り焼き、マッシュポテト、ミネステローネ、100食クリスマス、あの用意してます。ほら、これ見て、いいですね、このチキンレッグ、これ食べたいよ、俺も大好きだ、ガブっていきたい、美味しい、絶対。皆さん、この、12月11日日曜日、あのまたこの西新井の博多もつ鍋決定で、子ども食堂やりますので、大人は300円の代金いただくんですが、お弁当やりますので、ぜひぜひ遊びに来てください、お願いします、ガッツリ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 します、これです、子ども食堂のお弁当、生姜焼き、マカロニサラダ、ご飯、ふりかけ、全部入れちゃってそして牡蠣、あとこの甘酢、ここに甘酢、切った甘酢じゃ食べてみよういくぞ、甘酸っぱい。もう大体よ。失礼しました。たまには落ち込んでうなだれだろう。結末で。
て転んでもそれは誰のせいでもない。大きな悩み、小さな悩み、時間が経てば